くん、おはようって言おうとしたのに。ジャパンちゃん、おはよう。なんか光が入ってすごいことだったって。パンちゃん、おはよう。おはよう、おはよう、おはよう。パンちゃん。ジャン君、昨日大変な思いをしたんだけど、ポンちゃんもね。ポンちゃんも、やだやだって言ってたね。そして、3種混合ワクチン、打つことができました。本当に久しぶりです。でもそれと、病院に連れて行く、まあ、ひどい、騒ぎようだったけど、病院に連れて行くことができたという実績が1個できました。慣れるかどうかはわからないけどね、何かの時には病院に連れて行けるでしょう。ポンちゃんいい子だったよ。そうだね。すぐちゃんとすると、うん、何にも意外と。そうだ、途中の道々ずっと2匹で泣いてたけどね。ポンちゃん時々なおとなしくなった。おとなしくなって、お肉だねって思ってたら、ジャン君が泣いてしばらくすると泣く、うん。ジャン君の方も開口呼吸は少ししかなかったぐらいかな、うん、まあでもあれ か運搬中はちょっと分かんないけど、いや運搬中ちょっと見たりとかした時に、うん、なってなかったよ。そう、うん、はい。そして待ってる時に、待ち合わせで待ってる時にちょっとだけ、うん、そうだ、ジャン君トイレどうですか。そうだ、実はですね、ジャン君に薬をあげていましたけれども、ちょっとお高いんですけれども、注射を1本打つと2週間薬をあげなくてもいいやつっていうのにしてみました。いろんな事情がもろもろあってのことなんですけれども、チュールを食べられない問題、これ、ジャン君にとっては結構なっていう事件だと思うんですが、それに絡んでですね、注射を打ってもらったおかげで、薬をあげなくてもいいイコールチュールは出ないということになります。薬をあげるのにチュールを使ってたからですね。残念。ジャン君、チュールのことを忘れてもらえますか。よいしょ。また健康になったらね、少しはいいかなと。ジャン君が窓辺にいます。多分ポンちゃんもいるんですけど見えないな。ポンちゃんいるかな。あ、いるのかもしれない。見えるでしょうか。明るくしたら見える、逆、暗くすると見える。今手を振ってみましたが反応ないな。じゃんけん、ちょっと下から、あ、見えた、ここだ、見えたよ。じゃんけん、パンちゃん、とうとう撮影ができるようになりました。はい、こちら側から見たお二人です。さっき下にいたの分かった、ジャン君分かったかな。はい、ジャン君分かりました。やりましょう。
ジェン君。ジャン君のおトイレの頻度ですけど、結構安定してきてるような気がします。2週間分の注射、2週間薬を飲まなくても大丈夫な注射というのを打ってもらったせいかもしれないですね。まだとはいえ急にね、続くってこともこのところありましたんで、とにかく石があることが分かったんですが、その石自体を、取るということはなかなか、まあ手術をすれば取れるんだけど、で通常はできないんだそうで、種類によっては溶けるということがあるそうです。ただ、尿を取った時に血が、でまあ、混ざっているというのが分かって石があるというのがエコーで分かったと。ただし尿の中に石の成分は出てなかったそうなんですね。ただまあたまたま、まあおしっこの量が少なかったんだよね、というのもあるかもしれないと。まだちょっと、不明点はいっぱいあります。2週間経ってまた検査をするということになると思うんですが、その時にどうだろうと、改善しているとかそういうこともあるかもしれないです。はい、今食べているこれはこのヒルズ。あ、お、もういいの？あれ？嫌だったかな。いや、どうだろう。ちょっとカメラで撮ったから気にしたの。あ、おいで。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 そっちに持っていく？あ、来た。あ、来た。おいで、おいで。来たぞ。来たぞ。あれ？大したお腹空いてないのかな？向こうでは食べてたけどね。朝のチュールのはずなのにとか思ってるかな。ですね、4メーカーぐらい、4種類ぐらい。そうかな。ヒルズと、これはヒルズね。うん、でこれは知らないところ。ドクターズケア。これは食べてないのね、まだね。あ、昨日ね、食べた？一個ね、食べた夜。あ、そう。普通に食べたよ。一応ヒルズもこれも、あとロイヤルカナンも食べるのは食べたのね。うん、嫌がらなかったという意味ですね。うん、で、まあ、どれがいいのかっていうと、どれでもじゃあ食べそうかなという今のところ、なんか同じメーカーなんだけど、でチキンなんだけど、チキン味、こっちもチキンなんだけど、なんかわかんないけど違うのか。またこれはあげてないのね。チキンはストルバイトケア、こっちは尿石ケア、うん、ストルバイトケアって何のことか、ちょっとでもね、先生が言ってるのは一緒なんだよね。うん、言い方が違うのかな。ストルバイト結石症の猫の食事管理を目的に開発された治療食です。なるほど、分かりにくいが、なるほど、うん、ということで、もうちょっとこれを全部食べ終わるくらいまで、どれにしようかというのを決めていきます。うん、まあ当面というか一生なのかもしれないですが、これしか食べちゃダメっていうことになる可能性がありますので、ジャン君、ジャン君すまないね。欠席にしない、生活習慣っていうのは一応守っていたはずなんですがね。うん、はいはい、できやすいことできにくい子がいるとか。ポンちゃん、あ、そしてポンちゃんにも謝っておきますね。そういう事情なのであなたも付き合わせてしまいます。あなたにだけ美味しいチュールなんかをあげると、ジャン君が横取りする可能性があるのでですね。はいはいはい、同じものですよ。お二人ともこれどうぞ。はい、はい、ジャン君、よいしょ、こっち出てくる。ほらちゃん、
昨日病院に行って注射をしてもらって今日の様子ですが、頻繁にトイレに行くっていう感じは今日はありません。注射で治ったのかみたいなことですが、どうやら注射で治すというよりは改善するためのまあ錠剤はとりあえずそういうことだったかな。今回の注射もちょっとよくわかんないんですけれども、まああんまり行かないっていうことで、ほっとしています。あんまり行かないを続けていると膀胱にも負担が少ないんじゃないかなとも思うし、2週間薬を飲まなくてもいいという注射だそうですので、この2週間の様子をねよく見ていきます。あとペーハーコントロールの、ご飯ねあれをやり続けてみようと思います。お注射の名前は長期抗菌剤注射って書いてある。長期抗菌剤注射、抗菌、ああそっか、菌を抑えるってことだね、うん、なんだそうでございます。頑張れジャン君。2個してるね、消炎。ああ、はい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 、なんか、うん、痛みがなくなるのかな、まあ、炎症を抑える、うん、まあそのせいでいかないっていうことかもしれないね、うん、頑張りなさいねジャン君ね。そしてポンちゃん応援してね。まあ真っ暗ですが